どうも皆さんこんにちは。ポケマゼ続きプレイしていきます。オーダー536。一回失敗しました。リーダーは多分ね。メガホン数がね、3しかないんで、多分ねじゃなくてピカチュウ使えば、オリーブ消せていいかなと思ったんですよ。ですが、三つ星チャレンジの時にね、メガホン数18とかそれぐらい要求されましたんで、やっぱりタブルネの方がいいですね。で、下に卵もありますので、チーズもなるべく早めに、壊してあげつつ、っていう感じで、まずはやっていくといいと思います。よし、これでオリーブは終わりですね。んで、卵があと3。オリーブオイル解除しながら、はい。で、あとメガホンが3ですね。ちょっとここで使っちゃうともったいない気がしますね。転がってるメガホンを使うのは、あ、ごめんなさい。スキルを使うのはもったいない気がしたんで、ここで落ちてきたメガホンを使って、後手残しです。そして三つ星いきます。三つ星でメガホンが16か。結構要求数多いんですよ。なので、まずはチーズを壊してあげて、卵はもう終わりなんでいいんですよね。とりあえず発動しますか。あとメガホンあと1になりましたね。そしたらもう、ここからはオリーブを効率よく消していけるかどうかがもうポイントになってきますよね。オリーブオイルに包まれないように。うん。で、メガホンがあと1あるんで、これはスキル使うのは危ないですね。こうかな？ OK、行きました。オーダー537。リーダーチラミー、あ、色違い使ってますけれども、通常のチラミーと色違いのチラミースキル全く同じですので、通常の方で大丈夫です。左側3列はまんまスキルで消してあげれば良さそうに見えますね。なのでスキル作りながらホイップ出してあげて、なるべく上と下のミルクシェーカーがあるところはバラバラにはしたくないですよね。なのでスキルできたら消してあげる。これでいいと思うんですよね、基本は。ホイップは全部出てますね。そしたらこれでもう一個スキルできますんで、あ、でもポップコーン赤いから、ちょっと先に赤い分は消しちゃいますね。うん、こんなもんでしょうかね。うわー、これ合体させる必要ないんですけど、合体しちゃうかな。あ、大丈夫だ。で、合体合体で、後手残しです。これも同じですね。上から行きましょうか。上一掃して、で、スコア貯めつつ、うん、で下消してあげて、で残りスコア稼いでクリアですね。オーダー538。リーダーはゲンガー。あとはゲンガーのスキルでいいと思うんですよね。蜂蜜消してあげて、でスキルを作ってあげて、うん、そしたらここバッテンゲシいけますよね。あー、チョコ残っちゃった、もったいない。あ、メガホンがいい仕事してくれました。そしたらもう一個スキル
作りつつ得意ギミックでトマトを入れてあげます。はい、でこれもスキルでバッテン消しですね。チョコ消してあげて、ちょっと弦が少ないですが得意ギミックありますんでこれで入れてあげて、6手残しです。そして三つ星、基本的な考え方は同じで良さそうですね。左側の蜂蜜消してあげて、で右側の蜂蜜も消してあげつつ、うん、でバッテン消し、トマトを入れてあげれば OK ですね。はい、オーダー539。リーダーはプラスル。少し難しいかもしれません。コーヒー氷の中にケチャップ、あとはかぼちゃ。得意ギミックで氷溶かすことできはするんですが、ちょっと今場にプラスルがあんまいませんので、一旦別のポケモンで揃えて、でスキル先作っちゃいましょうかね、1個だけ。うん、でスキル1個できて、そしたら氷溶かす作業いきましょうか。ちょっと全部は難しいですけども、氷溶かしてあげて、でなるべくギミックを、ね、下に溜めた方が多分いいと思うんですよね。こういきましょうか。これかぼちゃ割る。そしたらプラスルで氷溶かしながら、あー溶けてないな、なかなかやりづらいですね。こういきましょうか。はい、でまとめて消せますね。後手残しで三つ星いきます。で真ん中にまた氷があって、ただ一旦プラス以外のポケモンで少し揃えて、でここでプラスでいきましょうか。氷をできれば全部溶かしたいんですけども、一応溶かせましたね。そしたらまずこうでしょうか。3つ分消す。多分メガホンでいけると思うんですよね。メガホンでケチャップ全部消す。でプラスがあと7体いけますね。オーダー540。リーダーはムーランド。なんかめちゃめちゃ簡単だなと思ったらね、三つ星チャレンジがね結構難しいです。逆に前半はねそんなに大変じゃないんですよね。得意ギミックはグミとナッツなので、まずそれをしっかり消していきます。そしてキャラメルを消してあげて、で残ったナッツも得意ギミックで消せるんで、うん、さっきもねこれで3手でいけたんですよ。8手残しに三つ星、ここまでは失敗した時と全く同じ。ただここで失敗してるんですよね。グミがめっちゃ増えてます。とりあえずキャラメルを早めに減らしてあげて、うーん、ここはね合体させてこんな感じでいきますね。そしたらどうしようかな、ちょっと迷いますけど、キャラメル減らして、キャラメル終わり。グミには残ってますけどね。でグミの中身を出してあげなきゃいけないので、うん、スキルは1個できた。これこういきますか。うん、そしたら残り3で、なんか地味にきつい気がしますね。あ、でもこれでいけたかな。you
してあげて、ちょっと危険ではありますが、一応特ギミックだけであといけるので、あんまりかき混ぜすぎないようにして、ナッツ2つ消してクリアです。オーダー541。リーダーは不思議だね。あの缶はオリーブオイルの得意ギミックで中身丸ごと消せるんで、それを使っていきましょうかね。はい、右側の缶全部消す。あ、左側は逆に得意ギミックが発動せずでしたね。で、いちごは隣接で OK ですね。うん、なので、まあ、この缶は消さざるを得ないですね、スキルで。はい、缶は終わりです。あとはしっかりといちごを両方ですね、両方隣接させていきましょう。え、不思議種が27、わずかに足らず。あ、でもこれでいけますね。6手残しです。そして三つ星チャレンジ。不思議種があんまりないのがやりづらいですね。なので缶隣接はさせないようにしましょうか。一応だけ隣接させるようにしていきますね。で、不思議種が増えてきたら、あのオリーブオイルの中身ごと消しちゃいます。うん、増えてきましたね。増えてきたんで、はい、缶が丸ごと消してあげて、不思議種があと12あんのか。一旦ちょっとイチゴを減らします。よし、これであとイチゴ1ですね。まあいっか、もう残り手数2しかないんで、缶なるべくまとめた場所に配置して、でこれで不思議な5いけるかな。いけますね。オーダー542。リーダーはドダイトス。バジルと氷漬けのマシュマロで、得意ギミックはバジルですね。これトマトと同じような感じですよね。 OK です。これでバジルは終わりで、溶かしながらマシュマロ消してあげて、まあ、スキル使わなくても一応いけそうではありますね。うん、で残りをマシュマロしっかりと消してあげてクリア。三つ星いきます。まず得意ギミックで入れちゃいますか。入れてしまって、あ、氷溶かさなきゃいけないんだな。こうしましょうか。スキル使って氷下溶かしてあげて、そうすればあと隣接させるだけですもんね。右側は後回しになっちゃうかもしれませんが、左側消してあげて、で今は閉じてるので、何もできなくて、で最後隣接してクリアですね。オーダー543がどうしても三つ星チャレンジクリアできないので、リーダーで使うムックルのレベルを急遽レベル11から15まで今上げました。それによって得意ギミックが一つ増えて、これで三つ星チャレンジクリアできると思うんですよね。で、自分今まで色違いのポケモン一生懸命スタッフ入りさせるためにマスターカフェモードばっかり周回してて、基本ねレベル上げってあんましてなかったんですよね。もちろん開発に必要なポケモンのレベル上げはしていましたけれども、今見てもこれレベル相当順で最大レベルが15でもね、15もあんまりいなくて、あともう13とか12とか11とかこんな感じなんですよね。なんですが、ここに来て、今までレベル上げをサボってきた影響が出てきたようです。
ということでムックのレベルを15まで上げましたんで、改めましてオーダー543いきますね。これによって得意ギミックがレベル11ではマヨネーズだけだったのが、レベル15でチョコレートも加わりますので、だいぶ楽になるんじゃないかなというふうに思います。ちなみに得意ポケモンもう一つゲンガーもいますが、ゲンガーの方だと、缶はフルーツ缶は得意ギミックなんですけども、どっちにしてもね厳しいと思います。なのでこの543を三つ星チャレンジでクリアノーアイテムでする場合は、ムックルのレベル15欲しいなっていうところですね。今まではこの推奨レベル上に、まあ、今回の場合だったらレベル16って書いてあるんですけども、まあ、そこまで別になくても得意ギミックうまく使えば大丈夫だったんですよね。ですがこの543はどうもレベル15ないと厳しそうです。はい、ということでオーダー543リーダームックルでいきますね。はい、得意ギミックがマヨネーズに加えてチョコも加わりました。これでだいぶ楽になってほしいです。もうこれでチョコ消えるだけでも全然楽ですよね。でマヨネーズはもともとは得意ギミックなんで、うん、でチョコが出てもチョコは隣接で消せますからね。うん、あとはマヨネーズの中身をしっかり出してあげながらチョコレートに隣接させてあげて、で缶はねさすがに、あ、ゲンガーは缶でも OK なんですけども、ムックルは缶は消せないので、缶はスキルかメガホンで消してあげます。そしたらもうあっという間にね、ちょっとスコアだけ貯めますね。スコアだけ貯めて、うん、そしたらこうですね。はい、4手残しで三つ星です。そもそも4手残しできたことすらほとんどないですね、レベル11の時は。うん、そうで、このね三つ星チャレンジがねチョコ邪魔でね、やっぱこれがね消せる、上2個消せばいいと思うんですけども、これがねだいぶ大きいと思うんですよね。でここはスキルは合体じゃなくてよかったか。とりあえず中身缶です。うん、でもう一回スキル作りながらチョコだけ消してあげれば、残った缶をスキルで消せると、まあ、これもなんだかんだでゼロ手残しですからね。はい、レベル上げたらねやっとクリアできました。はい、ということでね、繰り返しになりますが、オーダー543ムックルのレベル15以上推奨です。はい、ムックルのレベル上げの説明をした関係上、動画が少し長くなりそうですので、一旦このオーダー543でこの動画は区切らせていただきますね。はい、なので今回はオーダー536から543でした。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。